最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。こちらは時事ネタニュースの動画です。メインコンテンツにするほどではない案件、できるだけ早く取り扱いたい事件などを配信しています。あくまでも僕個人の考察ですから、エンタメの範囲内でご覧くださいね。チャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。はい、今日もね、時事ネタやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、マカロンがたくさん届きました、青汁王子さんについてでございますね。青汁王子がですね、昨日か一昨日ぐらいにですね、お金がなくなりました、みたいなことをですね、ネットツイートをされたんですよね。それでですね、まあ本当になくなったのかっていうのがですね、マカロンがたくさん来ています。まあね、青汁王子だけじゃなくってね、他の人もよく、前ラファエルさんかな、もうそれこそ昔皆さん忘れてるかもしれませんけども、与沢翼さんとかもですね、野原でカップラーメンかなとか食べてる、はい、あの写真みたいなの撮ってましたよね。あ、まあちょ、わかんないですよね、お金がなくなったとか、はい、そういうのを、まあインフルエンサーの方がですねやってもフェイクというかエンタメなのか本当になくなったのかっていうのがちょっと狙いもわかんないですよね。でもまあ急にですね、そんななくなるかっていう気もするのが当然ですよね。はい、それでまあ皆さん本当なのかフェイクなのか、まあエンタメなのかっていう感じですけども、僕もその後ちょっと見てたんですけどもね、まあペイペイとかでファンの方から1万円振り込まれたりとかしてたので、もしねそのフェイクでそういうの言ってるんだったら、ちょっとそれはね詐欺じゃないですけども、やっぱり倫理的にどうなのというのはなりますよね。もしお金持ってたらですね、おそらくその1万円振り込んでくれた方も普通の生活してる方じゃないかなと思うんですよね。なのでそういう人の行為をね踏みにじるようなことはダメなので、これがまあ偽何かの企画とかエンタメとか YouTube のね動画の構成上とか、なんかそうなんだったらちょっと問題ありだと思いますけどね。はい、まあたくさん、マカロンが来てますので、あとねそれまでにも青汁王子は、マカロンがいろいろ来てたので、まとめてね、今日やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、アン様ですね、ありがとうございます。こんばんは。先生が綾崎チャンネルの注意をマジシャンの方とコラボした日、青汁が今度は橋本京明とコラボしてました。心霊系の動画はバズるからまたやってるみたいですね、もうやめたらのコメントもありました、ということで、アンさんありがとうございます。まあそうなんですよね、青汁王子はまあビジネスマンですから、まあ、綾崎チャンネルともコラボしてましたし、その橋本京明ともコラボしてたということなんですけども、まあ本来ビジネスマンだったらそういうの信じてるわけがないので、ただですね YouTube というエンタメ上はですね、もう再生数が回ればね、まあまあ法律にさえ触れなければある程度、まあ何をしてもいいというかね、そういう場所なんで、再生数いくのがね正義みたいなとこがちょっとありますから、この綾崎チャンネルとコラボしてそこそこ心霊系がバズったので、次は橋本京明っていう風になってるのかもしれませんけども、まあこういうのが考えるとですね、やっぱちょっとリテラシーだから倫理感がっていう話になるんですよね。回ったら正義と言いましたけども、やっぱ青汁王子のようなですね、まあお金をきちんと稼いだビジネスマンの方で YouTube チャンネルやっておられるので、そういう人がですね綾崎チャンネルとか橋本京明とコラボしてですね、この人は本物ですみたいな、そういうことをですねあげると、やっぱりですね、中にはお花畑ビーストの人はですね、エンタメを超えてですね、あ、本当に心霊的なことがね、あるんだとか、本当の霊媒師なんだとか、除霊できるんだとか、思い込む人もね、残念ながらいるんですよね。なので、そこが問題だと思いますね、僕は。やっぱこう、自分の影響力を考えてね、やらないと。で、まあ、このね、綾崎チャンネル、橋本京明あたりがですね、その霊感商法とかしてないんだったら、まあ、エンタメでね、その YouTube のチャンネル見るくらいですけども、綾崎チャンネルの方はですね、なんかお守りとか打ったりとかですね、橋本京明の方はですね、なんか学校、大明寺の学校とか、そういうのもあるんで、それで、そっちを信じてしまいすぎたりするとですね、そういうのを買ったりね、お金を使ってしまうので、で、まあ、後からですね、僕ら、デバンカーとか、科学者とか、マジシャンに聞いたら、そういうのないよって言って、まあ、そういうのはもう詐欺ですよ、霊感商法ですって言われたら、どこで最初見たんやろうなって言ったら、青汁王子がコラボしてて、青汁王子が本物って言ってたなっていう風にやっぱなりますからね。自己責任みたいなとこありますけどね、そういうの信じてそこでお金を使うのはね、大人だったら本来は自己責任なんですけども、まあきっかけというかね、はい、やっぱそういうのになってきますから、ですからあんまりこう適当なコラボすると、被害者が実際出ますよっていう言葉言っておきたいですね。アン様ありがとうございます。では次行きましょう。騙されやすい人ですね。青汁王子のお金なくなった発言は嘘なんですかっていう、これまあストレートな意見ですけども、まあこうなりますよ。今回も
本当に青白王子がなくなっていれば、まあ問題ないと思うんですけども、まあ口座、銀行口座映してましたよ。画像僕も、その流れてるツイッター見ましたけども、でもそれってですね、銀行口座って何個も持てますから、それだけ見せられても、他の口座にあるんじゃないのとかですね、あと僕はですね、昨日たまたまですね、リベラルアーツ大学ね、両学長、ビジネス系の YouTuber とは多分今、ナンバーワン、ツーぐらいですかね、というですね、お金のプロの人とですね、まあ、それ、両学長より、まあ、お金持ちのね、このうちのチャンネルでは有名、ドンベイ社長、ハワイにね、東京ドーム何個分の果樹園とかを持ってる、スーパーお金持ちのですね、まあ、社長と、ご飯をね、食べてきて、この話題にたまたまなったんですけども、二人ともお金のプロですからね。はい、だからまあ、その貯金とかが、急になくなることってね、まあ、あの株の大暴落とかであったとしても資産までなくなることないよねみたいなことをやっぱ話されてましたね。だからそのお金がなくなったって急にね、まあ、全部が全部なくなるわけはないんじゃないかなって気がするんですよね。やっぱ僕もそんな青汁王子に詳しいわけじゃないんですけども、まあ、持ってるものとかね、多分腕時計とか服とか靴とかアクセサリーとかそういうのも高いのを持ってるでしょうしね、それこそ不動産とか仮想通貨とか株とかなんかそういうの持ってそうですから、もし何かでね手持ちの現金がなくなったとしてもですよ、他のものはあるんじゃないかなと思うんです。だからその僕みたいにガチでお金がないとかそういうわけじゃないでしょうから、僕とかはそう売るもんもなんもないですからね。はい、現金もない、通帳にお金もない、資産もゼロ、はい、あとまあ売るもんって言ったらまあ何もないですよね。僕が持ってるもんって一般の人も持ってる、そのまあプレステ5とかスイッチとか、あとはまあ手品の道具とかなんでね、かき集めて売ってもまあ10万円ぐらいとかのもんなんで資産と言わないですよね。あとはまあちょっと漫画とか、うん、ぐらいですから。でも青汁王子とか多分そのまあよく知らないですけど、おそらくね、考えるならそのビール持ってたりとか、その何億円の仮想通貨とか株とかありそうなんで、なんかそういうのはお金がないっていう風には言わないとは思うんですけどね。まあ僕の感覚だったらね。はい、ということで騙されやすい人様ありがとうございます。では次行きましょう。メンシップメンバー様、ありがとうございます。麻生先生が青汁王子ならお金貸しますよって言ってたから大丈夫だと思います。献金ティームスポンサーつくといいですね。何もできませんが応援してます、頑張ってください。あ、麻生先生、僕もコラボしたんでね、ぜひ借りたいですけどね。ただ僕は返せる当てがないのでね、はい、麻生先生にお借りできませんけどね。もう貸してほしいの山々ですけども、返せる当てが今の YouTube だったらね、まあ、毎月毎月3桁万円ぐらい赤字になってるので、返せなかった場合はね、麻生先生にご迷惑をおかけするので、人からお金を借りるっていうのはね、そういうことですよ。まあ、それ借りパクするんだったら何ぼでも借りれますけども、人にお金を借りた以上ちゃんと返さないとダメですから。僕はね、なんかスポンサーねつくといいですねって言ってますけど、なかなかうちもつかないのでね、もし誰か、スポンサー様紹介ねしていただけたらありがたいです。あとはまあそんなにお金にならないんですけども、ケンケン TV のショップの方でですね、僕が書いたレクチャーノートとか、はい、あとは8月31日にホットリーディングとかコールリーディングを教えるねセミナーやってますから、そこら辺協力していただけると、まあ、ちょっとはねチャンネル運営が楽になるんでね、ちょ YouTube が今すごい厳しいんですよね。はい、まあそういうのがあるので、はい、なかなか厳しいですけども、はい、まあ頑張っていき、応援していただいてるんでね、頑張っていきます。はい、ということでメンシップメンバー様ありがとうございます。では次行きましょう。詐欺込む案件様、ありがとうございます。青汁王子の金もない、家もない、女もない、何もないに楽しんご、漫画村管理に星野のみ春樹会がコメントしてるんですが、何が始まるんです。あ、そうなんですね。お金配りの次はお金がない詐欺が始まるんですか。ありがとうございます。どうなんすかね、ちょっと僕この辺の人、まあ楽しんごさんは整体師の名前も僕が命名したんで、一応連絡取ったらまあ DM とかは返してくれると思うんですけども、ちょっとこの星野ロミ春樹会あたりは僕全然知らないのでわからないです。なんかどういうコメントされてるんですかね。なんか一緒になんかするんですけど、金もない、家もない、女もない、いやそんなことないと思いますよ。何もないって別に青汁王子って、例えばなんか今の彼女に振られたとしてもイケメンですから、別に今日募集したらファンの子がね10人ぐらいは最低でも全国から集まるんじゃないですか。だからまあ何もないっていうのはその大げさですよ。本当に何もない、僕みたいな人間ですからね。顔もブスですし、青汁王子と違ってですね、ガチで女も寄ってこないですしね、金もないから金で行くこともできないし、家もないですし、うん、何もないんで、その、まあ、青汁王子とか全然もし一瞬亡くなったとしてもイケメンですし何とでもできますよね。金もないっていうことはまあ元々あったってことですからね、家とかも資産とか女の人も元々いたってことでしょ。僕なんかもう最初からなんもないですからね。
あ、だから贅沢ですよ、青汁王子。イケメンの顔あるだけでも十分っすよ、うん、僕みたいな本当に何もないですからね。あ、だから自分で言ってると虚しいですけども、だから何もないっていうのは全然嘘で贅沢な話でね、本当に何もない僕からすると青汁王子は武器とかがいっぱいあると思いますよ。はい、本当はイケメンなだけでも十分ですよねと思います。青汁王子っていう名前もあるじゃないですか。僕なんかなんすか、ゴキブリみたいなおっさんですから、まあゴキブリ親父ですよ。はい、だからまあゴキブリ親父は何もないですし、何かしようと思っても誰もね、こういう人たちも助けてくれませんし、はい、あのお金の返す当てもないんで麻生先生からお金も借りれませんしね、うん、青汁王子が何もないっていうのはちょっと贅沢かなと思います。めちゃくちゃある方だと思います。一瞬確かに万が一ね、この間の株の大暴落でお金が現金がなくなったとしても資産はあるでしょうしね、お金貸してくれる麻生先生とか強い味方もいますし、はい、あとイケメンの顔もありますし、何もないのは、はい、本当に僕でございます。はい、サビコマンケン様ありがとうございます。はい、次行きましょう。匿名希望愛子様、あいつもありがとうございます。青汁王子がリアルでお金がなくなった手も不自由と投稿、ああそうか、なんか手怪我してましたね。でもね、残念ながらここもそうなんですけども、僕の配信見てくださってる人って分かるんですけど、僕もあの左肩を怪我しててですね、ずっと左肩が上がんないんで、まあその部分でもイーブンですね。悲しいかな。綾崎チャンネルとか橋本京明とか海外の怪しい霊媒師とか、あ、そうなんですね、とかコラボした詐欺師たちに効果がなかったと賠償金も取ればいいんじゃないですかね。また動画伸びると思います。橋本京明の脱税での逮捕ずっと待ってますが、まだでしょうか、楽しみです。匿名希望愛子様ありがとうございます。まあそうですよね、だからこういう除霊とかそういうの効果がないって訴えれないんですよ。祈祷とかもね、まあ僕の知り合いも3000万ぐらい何々駅団の祈祷にお金を取られたことあるんですけども、子供がね治らない病気ということで祈祷3000万払ってやってもらったんですけども、それも取り返せなかったですよね。うん、やっぱなかなかこうそういうのって霊感商法でなんか祈りとかね、除霊とかそういうの取り返そうと思っても難しいですよね。まあ分かってるから、まあそういう霊媒師霊能者っていうのはそういうことするんですけどね。はい、匿名希望愛子様ありがとうございます。では次行きましょう。のぶみ研究家様ありがとうございます。ケンケンさんおはようなり。青汁王子こと三崎優太さんがお金がなくなったとツイートされました。青汁王子のお金がない発言と絵本作家のぶみのペドドリ好きのどちらが本物なんでしょうか、もしくはどちらも本物は偽物でしょうか、調べてもらえませんか、よろしくお願いいたします、ということでね、のぶみ研究家様ありがとうございます。どうなんですかね、ちょっと僕この絵本作家のぶみという方が存じ上げないので、ペドドリ好きのどちらが本物なしかって言っても、僕の知ってるこの方と一緒ですかね、ちょっと同姓同名っぽいんですけども、いとこが知らぬ間に作ってた娘6歳らしいし、お菓子時だよね。まあこれは確かにペド発言ですよね。はい、ペドとかロリっていうのはまあ一桁台とか10代前半ぐらいの女の子を好きな人のことを言うんですけども、まあ、この人はこういう発言にねいいねを押されてますから、そういうのは好きなんでしょう。まあこののぶみっていう方ともし一緒だったら、このペドロリ好きは本物ですよね。で、青汁王子のお金がない発言はやっぱ僕はその青汁王子の口座とか全部調べられたりとかですね、資産何持ってるとか調べられないので、本当かどうか嘘かっていうのは分かりません。ただですね、こういうのってね、青汁王子個人のものがなくても会社のものがあったりとか別名義のものがあったりとか、そういうのがあるんで、もう完全すっからかんっていうのは考えにくいですよね。法人所有のものがあったりとかですね、はい、そういうのもあるでしょうから、完全にその僕みたいに本物の正真正銘のね貧乏っていうわけではないので、うん、そういうので言うと偽物かなとは思いますね。のぶみ研究家様ありがとうございます。はい、次行きましょう。ゼロポイント吉村様ありがとうございます。どうも史上最高 B 層ゼロポイント吉村です。青汁王子さんが金や女を失ったと話されておられますが、問題ありません。そういったものは一切なくなっておらず、ゼロポイントフィールド仮説で全てが説明がつきますから、青汁王子さんは平気です、ご安心ください。ゼロポイントフィールド仮説なんですよということでね、ゼロポイント吉村様ありがとうございます。あ、よかったですね。青汁王子はなくなってなくてゼロポイントフィール仮説っていう話なんで、だから青汁王子は全然平気で元気いっぱいということですね。吉村様ありがとうございます。では次行きましょう。羅生藩様、あ、北斗の拳ですね多分。あれで青汁王子が破産、綾崎チャンネルに除霊してもらったのが嘘ってバレちゃいますよって書いてますね。羅生藩様ありがとうございます。まあ確かにこないだね、2ヶ月3ヶ月ぐらい前ですか、青汁王子が綾崎チャンネルの人にですね除霊してもらってますから、除霊されたてなのにですね、こんな、さっき何でしたっけ、家もない金もない女もないって書いてましたけども、そんな状態なのおかしいですよね。
あ、嘘がバレちゃうので、ちゃんと青汁王子には頑張ってやってもらえるんですね。連帯責任としてね。羅生藩様、ありがとうございます。では次行きましょう。ウシッシ様、ありがとうございます。青汁王子の YouTube チャンネルが笑います。さきという霊媒師兼 YouTuber が青汁王子の守護霊について霊していて、守護霊から、体が大きくて50歳ぐらいの人物は信用ならないから縁を切ると言われているとのことです。XQTwitter では、立花隆のことじゃないかと囁かれています。本当に全てが頭を花畑すぎて笑えてきます。ケンケン先生、ぶった切ってください。ウシッシ様ありがとうございます。まあそうなんですよね、青汁王子の守護霊とか書かれてますけども、守護霊がいるんだったらこんな風にならないですよね。青汁王子も本当にその貧乏になったんだったらですよ、守護霊がいるんだったらそんな風になるのはおかしいんじゃないでしょうか。はい、ということでウシッシ様ありがとうございます。では次行きましょう。チャーハン様ありがとうございます。ケンケン先生こんにちは。いつもためになる配信をありがとうございます。青汁王子が怪我を治すためシャーマンの儀式を受けたようです。再生回数稼ぎだと思いますが、全てのことに意味があると言っていたので洗脳されやすい人かもしれません。カッコセとかカルマとか言い出しそうな勢いです。コメント欄を見ると頭湧いているファンばかりでした。感想はお願いしますということで、ね、チャーハン様ありがとうございます。まあね、シャーマンなんかここら辺別に多分信じてないと思うんですよ。綾崎チャンネルしろシャーマンにしろ、やっぱ本人がビジネスでお金を一回作った人なんで、まあそういうの信じたいと思いますけども、まあ再生数を回すためにだったらですね、まああのこれは別に青汁王子だけじゃなくて、まあ僕もそうなんですけども、やっぱ YouTube ってですね、もう日に日にネタがなくなっていくんですよ。はい、もうネタが枯渇していくんで、もう何かやらなあかんということで、まあこのシャーマンとか綾崎チャンネルとか、まあそういうのを入れてみたいな感じじゃないですか。だから別に信じてるわけじゃないと思いますよ。だから洗脳されやすい人でもないと思いますね。だからまあそこの辺はエンタメの計算として、はいはい、そういうの取り入れたらある程度再生数回るんじゃないかなと思ってやってはるんじゃないですかね。はい、ということでこのニュース見ていきましょう。はい、こちらですね、8月13日なんで一昨日ですか。青汁王子が連続で不穏投稿終わった。吐き気と痙攣が止まらない。金銭的な問題や女性との破局綴り、銀行残高画面もっていうことですね。青汁王子こと事業家の三崎優太氏が13日 X に連続投稿。お金がなくなりました。リアルになくなりました。終わった。吐き気と痙攣が止まらない。現実を受け入れないといけないと、など不穏な内容に心配する声が上がっている。この日午後から今人生の底辺だ。何を隠すこともなくお金がなくなりました。リアルになくれましたと綴った三崎氏。こんな書いてますけども、これで人生の底辺だと僕なんかもずっと底辺すぎるんでね、はるかに青汁王子のはるか下にいますから、グラフで言うとね、もっともっと下にいるんで、青汁王子人生の底辺だったらね、まあその別に金が万が一お前なくなっててもイケメンの顔がありますから、もう全然平気ですよ。さらに最近少し好きな子がいた。でもお金なくなったことを話したら振られた。きっとお金が原因じゃないと思う。それどころじゃなくて思いやりが足りなかったのかな。そう信じたい。でも本当に何もかもなくなった。終わった。だからなくなってないっすって。金銭的な問題や好意を寄せては女性との破局などをつぶやいた。まあ確かにイケメンでも全てがうまくいくわけではないですし、振られることもありますよ。でも別にまあ有名人ですし、顔が良かったらですね、まあお金なくても、はい、いっぱい来ると思いますよ女の子ね。その後も金ない、家ない、女もいない、何もない。お金なくなったら何の取り柄もなくなった。だからまあイケメンさがありますやん。僕とか見てください。最底辺の顔で生きてますからね。僕たちに逆に失礼ですよ、青汁王子。はい、僕たちはヘドロをすすって生きていってるんで、スーパーマリオの地下ですよ。はい、もう地下の面だけをずっと進んで歩いていってるような人間なんで、はい、何もなくなったことは取り柄もないこともないです。はい、十分です、十分。あとまあ言うてもね、ぶっちゃけフォロワーさんもいるでしょ。何もないわけじゃなくって、 Twitter にしろインスタにしろ YouTube にしろある程度フォロワーいるでしょ。だから何の取り柄もないとか何もなくなったって嘘なんですよ。万が一何か株とかで損してたとしてもね、まだまだありますし、すぐ復活できますしね。はい、だから何もないっていうのは大げさです。家にあるもの全部売りたいけどメルカリに登録できなくて売れない。いやいや、何もでも売れるし。だから売りたいもあるでしょ。僕何もないですからね。だから本当まあプレス5とかスイッチぐらいしかないんでね。さらに終わった。吐き気と痙攣が止まらない。現実を受け入れないといけない。それを体が拒否して少し寝ることにする。つっからかんおじ。やっぱこの辺ネタっぽいですけどね。僕とかやっぱ怖くて寝れないですもん、少し寝ることに。やっぱ寝れるっていうことはね、結構ね精神状態に余裕があるんですよ、僕とかもう来月とか再来月とか、まあ、食っていけるのかなとか、YouTube やっていけないなと思いますから、やっぱ寝れないですよ、そっちの方がね。これ絶対やばいやつだ。昨日振られた時にお金なくなったって言った。お金なくてもよいよって言ってくれるかと思ったら、私お金持ちが好きなのって言われた。俺無価値じゃんってなった。これが現実が受け入れたくない。助けて。まあなんかそのひょっとしたら好きな女の子を振られて減らってるのかもしれませんけども、なんか全部ちょっとこの文章とか見たら、このすっからかん文字とか余裕がないと書けないんで、やっぱりこのエンタメの
延長線上だと思いますけどね。お金貸してを無視にする書き込みを行い、3つの課題をクリアしないといけない危機です。ついに笑えてきたモネよ。だから寝れるんですよ。寝れる人はお金なくなってないんですって。はい、もうこれが証明です。86,130円と銀行の預金。だからそれ当てにならんすよね。会社の残高とかいっぱいあると思う。他にも口座作れますしね。なんかここら辺はあんま関係ないと思いますね。まあ、おじりおじが全部なくなったとか失ったっていうのないと思います。まあ、仮に本当に貯金ゼロ、資産ゼロになってもですね、僕なんか全然上ですからね。まあ、容姿もいいし、まあ、身長も全然ある程度高いでしょ。僕なんか田中奈さんの言う、はい、人権ない人間ですからね。だからまあ青字領事が何もなくなったって言っても、普通の人よりも全然イージーモードです。もう知名度あるし、青字領事っていう名前売れてるし、容姿もいいしね。バイオハザードやってもイージーモードですよ。僕とかのエキスパートモードですからね。バイオハザード言うとナイフ1本しか与えられてないモードなんで大変ですよ、生きていくのが。もうせめてハンドガンくれと思いますからね。だからまあ青字領事はちょっと大げさに言いすぎです。まあそんなんやったら全然僕に恵んでください。はい、僕とかちょっとエキスパートモードはねしんどいんですよね。せめてハードモードぐらいで生きていきたいですね。はい、ということで今日も行きましょう。今日のアホコメ、はい、ありがとうございます。では行きましょう。これですね、今日のアホコメ、橋本京明がさっき言ってましたが、橋本京明の動画への普通のですね、シンプルなアホコメです。結構ベーシックなね。橋本京明をバカにする人は体に異変が起きるでしょう。あ、なんで口酸っぱく言いますが、橋本京明先生は確実に本物の先生です。 100% 詐欺ではありません。はい、じゃあ 100% って言うんだったら証明してください。はい、口酸っぱくはどうでもいいです。酸っぱかろうが辛かろうが甘かろうがどうでもいいです。確実に本物というのは証拠を出してください。あなたは根拠も証拠もありませんし、一般の素人ですからね。僕たちデバンカーとか、まあ、マジシャンとか科学者とかが信じれるような証拠を出してください。あなたの 100% っていうのは何の数字の価値もないんですよ。この体に異変起こるって何ですか。そういうのがもう一番しょうもない、あなたのレベルを表してるんですよ。あれをバカにしようと体に異変が起こったらそういうことはありません。はい、ということで、もうこう気持ち悪いねオカルト発言はやめてください。そしてちょっと人間としてレベルが低すぎるんでね。はい、そしてね、ちょっと昨日のプラスなんですけど、皆さんお願いがありまして、これ昨日も紹介したんですけども、マヤ暦亜紀恵という女性の方も明日14日に地震が起きるのでって書いてますよね。昨日14日だったんですけど、地震も何も、はい、ね、南海トラフも来なかったので、こういう煽りのねこと言ってたやつ、 Twitter でも YouTube でもいいんで、14日に南海トラフ来ますよ、14日に大地震来ますよって言ってた人間を、よかったら僕にマカロンで送ってほしいんですよ。皆様にお願いです。で、それでまたメイン動画でねちょっと晒してやろうと思ってるんで、なんか14日に起きるって言ってた、YouTuber とか、そう、霊媒師、霊能者とか、予言師とか、そういう人をよかったらですね、まあ、簡単でいいんで、マカロンとかに送ってくれればですね、特集動画を作ると思ってるので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はね、青汁王子について話させていただきました。本日もありがとうございました。8月31日、マジシャン、アツシ君による、コールドリーディング、ホットリーディングのセミナーが大阪にて行われます。今回は生中継のライブチケットも販売しますので、現地に来れない方も一緒にレクチャーを受けれます。大阪会場は席がかなり少ないので、気になる方はお早めに概要欄にあるショップからチケットをご購入ください。それでは8月31日よろしくお願いします。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いいたします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。